久保さんちょっとね、お客さんからリクエストいただいて、吉谷さん、あの、吉谷さん、もしかしたら当たるんじゃないですかと。年末ジャンボ買っても、買わないですかみたいな。当たるとこ見てみたいです。みたいに言われまして。正直、宝くじって僕あんま買わないんですよ。でも、その動画の企画としては、ちょっとやってもいいかなとは思ってたんですね。思ってたんだけど、買ってなかったんですよ。で、まあ、一応回答動画で、 年末ジャンボじゃなくてスクラッチとかに買いますみたいなの言ったんですけどいやあの行きます行きました <laughs> こちら年末ジャンボ買いましたはいこれまあ30枚買いましたでそのなんか連番となんかその単発どっちがどっち買いますって言われてなんだそれみたいなどっちがいいですかって聞いて あそうですね。あの、10億狙うんだったら連番がいいですみたいな。じゃあそれでみたいな <laughs>。連番って何なんですかね連番ってその、数字がつながってるってことなのかなうん。だからその、当たったら、当たったらその前後賞を含めて、その連、その数字の前後も当たりってことですかね連番だと。うん。って感じかなまあ、あんま詳しくないですけど。 で僕もね,ね、久保さんがね、そのまあ、10億ぐらいね、ガルドネイダーで作った人いるって言ってましたけど、僕もこの年末ジャンボ10億当たったら、あのメンバーシップの人に配ります、金を、100万。<laughs> そう10億当たったらメンバーシップに100万あの、メンバーの人にはね、100万あげようかなと思いますね。はいまあ、1年間ね、継続してくれたお礼として、390円、390円を1年間継続してくれたお礼として100万。だいぶ利益出ますね。<laughs> まあ10億当たったらですけどね。まあでも10億円で100、まあだって僕メンバーシップ今僕は8人ぐらいなんですよ。でその8人はもう1年ずっと継続してくれてるんですよね。去年の募集して、ずっと、まあ、え、あの、なんだ、入ってくれてるんですよ。なんで、まあその濃い人しかいないんで、100万あげますみたいな。で100万配って800万じゃないですか。8人ぐらいだから。10億円の800万でしょ。<laughs> 全然貸すみたいなもんですよね。 どうなることやらまあ期待はしてないですけど動画のまあネタになるんで買ってきましたけどでも動画1本作るのにこれ9000円分買ったんで9000円分かみたいな動画1本まあちょっと何本か撮ろうと思って <laughs> 回収しないといけないですけどねもうこれ当たるとすみません当たるとは思ってないんでうんそうだからもうなんか年末ジャンボ当たっ10億円当たったらどうのこうの妄想動画をいっぱい撮ろうかなって どうも、年末じゃんもう10億円男です、みたいな。<laughs> 今回10億円当たったら何に使おうかなっていう動画になります、みたいな。それめっちゃ、それ結構撮れそうですよね。それよくないですかその妄想動画。<laughs> しかもスクショもなんか当た,当たってる風にするっていうね。釣り動画みたいな。妄想です、みたいな。当たってる妄想です、みたいな。妄想するのは自由です、みたいなね。 でも結構ね、お面白い感じで,できんじゃないかなと思います。はい。ということで、10億円当てに行きます。いってらっしゃい。